こんにちは。シェア畑四季の菜園アドバイザー下道です。本日はトマトのコンパニオンプランツについてご紹介したいと思います。コンパニオンプランツとは異なる野菜を混植して病害虫の予防を抑え育ちを良くすることです。相性のいい野菜がありますのでよく選んで植え付けることが大事かと思います。また無農薬栽培について非常に役に立ちますので皆さん方は参考にしていただきたいと思います。コンパニオンプランツは諸説ありますのでご承知していただきたいと思います。トマトのコンパニオンプランツとしての野菜について今から紹介いたします。まず一つ目はネギです。後ほど植え付ける容量については説明しますが、ネギの中に抗菌物質が含まれていて、その物質がトマトの根に絡んで胃腸病という病気を少なくする役目をします。それから次がニラなんですけども、ニラはこれも一応トマトに利用できるんですけども、このように根っこが非常に発達している野菜なんですね。それでこの根っこが水を吸い込む役目をしますので、トマトの場合は水があまりいらないんですけども、雨が降った時にはどうしても水分が多くなります。その時にこのニラの根っこで吸い込んでいただく役目をこのニラがいたしますので、非常に役に立つと思います。それからバジルもトマトの余分な水分を吸水してくれる役目をしますので、バジルも有効です。それではコンパニオンプランツのトマトの植え方について紹介します。まず最初にネギと抱き合わせで植えてみます。トマトの普通の植え方でよろしいんですけども、トマトの根っこがここに張り巡らせているんですけども、この根っことネギの根っこが絡むように抱き合わせで植えることが重要です。今から植えてみます。寄り添わせながらこのまま穴の中に入れてください。離して植えると根っこがトマトとネギがこう絡み合わないので、あえて一緒に植えました。これが要するにネギの抗菌物質がトマトの根っこに絡み合って胃腸病、つる割れ病という病気を軽減できると思います。今ネギを植えたんですけども、何種類かトマトとの相性のいい野菜がありますので紹介します。ここにニラを準備しました。ニラというのはこのように非常に根が発達しております。したがってネギと同じ要領でトマトと抱き合わせで一緒に植えてください。そうすることによってトマトはもともと乾燥した土が好みますので、もし大雨等が降った時に水分が多いとトマトは嫌がっちゃいます。その時にこのニラのこの根っこが非常に水分を吸収してくれます。そういうことでニラが非常に役に立ちますので、これも紹介しておきます。それではあと1種類コンパニオンプランツとしてトマトに効果がある野菜を紹介します。バジルなんですね。バジルもニラと同じく水分をよく吸ってくれます。それともう一つの効果は、バジルというのは匂いが結構きついです。このいい匂いなんですけども、このいい匂いが虫等を遠ざける役目もしてくれますので、二重の効果がありますので試してみてください。それでは今からバジルの種まく容量を紹介します。バジルは先ほどのネギとかニラとはちょっと植える場所が違うんですね。それでだいたい根っこからトマトに邪魔にならないような3、40センチ離れたところにですね、穴を開けていただきたいと思います。そして、だいたい
4粒から5粒ぐらいシェア畑では種をまいております。深さ的には1センチパラパラパラっと4粒から5粒まいていただきたいと思います。であとは土をかぶせて圧着していただきたいと思います。で最後水やりをしていただきたいと思います。はい、それで今1本のトマトに1箇所植えたんですけども、種をまいたんですけども、効果を上げるにはさらにあと1本ぐらい植えたいと思います。これはこちらのトマトとこちらのトマトの境目ぐらいに約40センチぐらい離れたところにあと1箇所は種をまきたいと思います。はい、種をまきました。で土を少し乗せます。で圧着します。はい、これで、バジルの種まきを終わります。ただいまトマトのコンパニオンプランツについてご紹介しました。トマトとネギ、トマトとバジル、トマトとニラ、この3品目をコンパニオンプランツとしてご紹介しました。コンパニオンプランツというのはあくまでも諸説でありまして、先人の経験とか知恵を総合した結果、こういう植え方をした方が野菜にとって非常に有効ではないかという諸説のもとにやっておりますので、何かこのコンパニオンプランツを実施した結果、何かこう面白い結果が出ましたらコメントしていただきたいと思います。シェア畑四季の菜園アドバイザー下道でした。チャンネル登録といいねボタン押してください。それではまたね。